3つに分けないと今日ここの人とこっちで、はい、これすごいね、うん、そうだねそうだね、海苔の上に乗せてこれがいいとかなるよね、うん、これいくらですか、すごい、もうエビ天の匂いがする、本当だ、これこれすごすぎでしょ、これはい、今買い物を終えてきました。で、この山アフリカのシールがついてる商品があって、でそれを16枚集めるとこのタピオカと交換できるということで、で多分ですね今回の1回の買い物で僕たち16枚集めることができていると思うので、早急にですねこの商品からこのシールを剥がして、これがシールですね、ちょっとタピオカをねもらって帰ってこようかなと思います。1個目、すげえ逆光だわ、貸してもらった、何個ここ入る、あ、もしかして1枚足りない、はい、1枚足りません、なんと、じゃあちょっとあれですね、追加で1枚買ってタピオカもらって帰りましょうか、はい、はい、じゃあタピオカそこ置いてはい、ということでタピオカもらってきたんですが、山彦の、あのプレミアムカフェっていうね惣菜売り場にあるんだよね、あれは、そう、なんか併設してるカフェで、これ名前なんだっけ、この梨、これは梨だ梨を、梨だ、え、梨だ梨彦じゃない、なんで、そう、梨だ梨彦、なんで、これすごいですよね、梨が丸々乗ってて、下は何だろう、下スムージーかなんかなんだよね、確か、ゆうちゃん美味しい、下何それ、何の味する、梨のジュース、梨のジュースの味する、これイチジク、いちじくん、いちじくん、あ、そうそう、いちじくんってね、このネーミングセンスがまた面白いんですよね、うん、下は何だって言ったんだろう、下はね、なんかスムージーって書いてあるんだけど、うん、もしかしたら今、ゆいが下が梨の味がしてるって言ったから、あ、ほんと？もしかしたらいちじくのスムージー、うん、いちじく、いちじくだ、あ、そうなんだ、じゃあ上に乗ってるフルーツと合わせてある、合わせてあるんですね、すごい、なんかいちじく食べてるみたい、へえ。僕がこのこちら桃から生まれたメロン太郎ということで、ちょっと袋外しましょうかね、これ重いね、はい、ということでね、袋を外しましたが、これさあすごいっすね、これ桃の下、これはなんかスムージーじゃないね、なんかゼリーとか、しかもこのゼリーとか下にさらにカットフルーツとかが入ってますね、これアイスとかも入ってるね、バニラアイスとかが見えますわ、はい、このしかもデザインが奇抜でいいですよね、この割り箸をさずどーんとね、今日はね、山彦行ってまいりましたけれども、今日ね、僕とお母さん2人で行ったんですけど、スーパーなのに開店前にね20人ぐらい列ができてたんですね、すごい、10時に開店なんですけど、オープンと同時に惣菜売り場の前がねもう30人ぐらいの人がね立てるあれがなかった、すごい、うん、スーパーの惣菜売り場でね、なんかそんなに並ぶっていうこと見たことなかったから、でまあどんなものがねその惣菜売り場にあったかという、商品紹介していきましょう、はい、まず1品目ちょっとどれでいきますかね、まあこれでしょう、はい、これカニドーン、これあれだよね、どんぶりもの全部このドーンなんですよね、うん、ちょっとこれ蓋開けてもらいましょうかね、うおーすごーい、美味しそう、一段と、まあ、カニ飯っていうかカニがね、カニでしょ、でイクラ、イクラでしょ、これすごい、このさカニ味噌よ、この、ね、とりあえず隙間埋めとこうかみたいなぐらいの確かになんだこのカニ味噌の量、すげえ量あるぞ、これは大人の丼なの、これ税込みで言ったら1700何本ですもんね、ああそうなんだ、うん、すごいよこんなの、うん、ちょっと一人では食べんな、副菜の方もさね、ちゃんとなんかすごい綺麗に、だいたい普通の弁当だったらさ、ここにあるこの豚肉かなんかがさメインになってておかしくないっていうか、これがメインに乗ってて500円ぐらいの弁当になってておかしくないけど、メインこっちだからな、これは本当にすごいよね、うん、これ感動するわ、次次のお弁当、アナゴ、はい、うわー、アナゴももうテリッテリですね、これ。これはさっきの感じと比べるとね、1294円ですから、このアナゴは。うん、まあ、ちょっとワンランク値段的にはね、落ち着いてる感じですけど、いや、それにしてもちょっとこの、これはやばいですね。ミノちゃんアナゴ好きですもんね。好き。アナゴ好きなの？
私うなぎ好き。あ、うな、まあ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 過去に動画でね、アナゴ好きだって言ってましたからね。はい、はい、まあじゃあちょっとぜひアナゴ食べてほしいですね。はいとか言いつつ、実は何が一番食べたいですか。あー、やっぱり僕もね、これが一番食べたいんですよ、このコロリワジュのステーキの。ちょっとこれやってもらっていいですか。うわー、すごいね。これステーキ丼なんですよね、クロディア牛の。普通ローストビーフ丼とか言われそうだけど、ステーキ丼だとやっぱこれがいいとかなるよね。これいくらですか。税込みで1600円。あー、1600円、なるほどね。まあ、カニに続いて2番手くらいかな、ね、うん。これね、ほんとね、突っ込みたいのがこれね、ほんとにこれ、これだけでご飯食べる。そうそうそう、ここだけで一人分で取れる豪華に。そうそうそう。いや本当にさ、このね、カニの時といい、この隙間にいっといたねみたいな、このカニ味噌しかりで、この明太子しかりね。ステーキ丼にさ、かつてさ明太子一本乗ってるなんてことがあっただろうかっていうねいやこれすごい弁当だよね、うん、まあこれ食べたいということですね。実はあの子が好きなんだけど、はい、あの実は僕もそれが食べたいです一番はい。そしてこれが安かったかな、エビ天丼。うおー、すごい、もうエビ天の匂いがする。美味しそうですねこれは。私これ。あ、私これなの？私これ。本当に？こんだけ豪華なラインナップがあって私これなの？エビ天丼？これとちょっとこの辺のカニもらって。ああ、そうですよね。味見程度に。まあ惣菜はね、こういう弁当がね並んでて、このうちのあの黒毛和牛のこのステーキのね弁当、これはもう完売になってましたよね、オープン1時間ぐらいで。そう、他のはまだあったけど。うん。で、っていうこういう弁当以外にもちょっと面白いのがいくつかあったんで紹介していこうか。これマグロたっぷり太巻きを、はい、ちょっとこれ 2つとも開けてもらってもいいですかこれすごすぎでしょこれ。ご飯薄い。これが具がたっぷり太巻き、具たっぷり太巻き、ほぼ具だからねこれ。これより1人1個食べれるからちょうど、ね、あ、うちはね、うん、これを誰が食べるか。そうだよね、これね、うん、このさ心じゃんけん。そうそう、山彦のいいところはもう盛り込んだったみたいな。そうそう、さっきの明太子1本しかり太巻きしかりね、少しでも削ろうじゃなくて少しでも入れようみたいな精神が見て取れるというか、そういうところが素晴らしいですね。で他にもね、いい感じの惣菜があって、これが大人の何サラダでしたっけ。マカロニサラダ。マカロニサラダ、このさ、ブラックペッパーとベーコンと攻めた色ですよね。ね、これを参考にして家でも作ったらいいよね、うん、あ、そうだよね、うん、確かに言われてみれば色取りとかさ、色取りがすごい目を引く色取りだよね。うん、うん、で僕がね、ちょっとこれは食べたいって言って、これね、大人のポテトサラダですねはい、これもちょっとそこそこいい値段しますよね、確か。これは538円。うん、538円。一見このカルボナーラみたいに見える。わかるわかる。そういうことね。そう、ベーコン。ベーコンで、まあね、その原価とか計算しちゃうんですけど頭の中でね、500円かとかって思っちゃうんですけど、もうこれはね食いたいってなりましたね。負けたの、ね。はい、もう食欲に負けました。さすがメンズだね。そうそう、メンズ。多分ね、男の人すごいね、あー食べたいってなっちゃうと思いますねこれは。豪華なラインナップ。ね。もう彩りがすごいもん。うん。山彦の惣菜とかの弁当は絵面がね、うん、いいですね。映える感じですね。っていうことでね、今度はこちらちょっとスイーツの方もね、少し紹介していきましょう、はい、あ、スイーツね、僕が一番最初に突っ込みたいのこれ。そう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 、この手作りスイートポテト430円。これね、これはさ、容器違うだろうっていうね。そう、私さやかがこれ冷蔵庫取り出した時、うん、あれこれアナゴとか焼き、いやいやいや、わかるわかるわかる、これね、うん、これアナゴって思うよね。熱っと思って。これはなんか山彦の定番一押し。あ、そうなの。うん、そうそう、へえ、商品そうなんだ、うん、で、こちら、今度はね、この桃、これ桃に見えますけど何かと思った。そう、何かと思うと、これはタルトになってるんですね、この下が桃のタルトですよね、はい、これいくらでしたっけ。税込み1600円。あ、1600円。うんうんうん、まあ、2個ってことは4つで、4つでね、400円、1個4個。そう、はい、で、こちらが杏仁豆腐。サイズが2つね。そうそうそう、2つ、大きいサイズと、ここ今イチジクとかメロンとかマスカットあるんですけど、この3つは小さいサイズ買ってきました。これの大きいサイズもちゃんとあって、ただね、ちょっとこの側面からね比べたいんですけどこのね、もうね、うるさいんだ。いやいや、ほんと杏仁豆腐がね、すごい量になるんですよ、大きい方になると、ね、量がすごいね。そう、フルーツの量の対比でいうとね、すごい杏仁豆腐のね量がめちゃくちゃ大きくなっちゃうんだよねこれ。ねまあ、ここら辺もね、結構価格はいい感じの価格でしたよね。フルーツ大って感じですよね、やっぱり。うん。まあ、いちじくが640円ぐらいかな。メロンが430円か。これが862円。マスカットがね、ちょっとやっぱり高かったですね。びっくりした。うん。これが538円。このマスカットいいですか。そうそう、このね、でかいサイズなんですけど、まあ、みかんっていうこともあって、538円。はい。ということでね、まあ、この惣菜系と、
はい、こちらね惣菜系と、まあフルーツをね買ってきました。まあ、山彦ちょっと得点高いですよね。ね、いや、あそこのスーパーうちから遠くてよかったと思う。ああ、それはそうかもしれん。うん、行きたくなっちゃうもん。うん、自分へのさご褒美とか、うん、頑張った時にさここら辺の1000円の弁当とかを、私なんかだってこっそりこれだけ買いに行きそう。いや、わかるわかるわかる。このね手巻きとかさ、そう、ちょっと贅沢にランチしようかな、しようかなって思ったら本当ちょっと遠くてよかったですよね。はい、山彦さんがちょっとこれから名古屋の中央とかに出店されると僕らのね出費もかさばりそうですけど、今日だから結構買いましたよね。そう、あと IBP のミンチも安かったし、安かったですね。あと鶏ももも胸肉レベルに安かった、安かったですね。僕ね鶏ももじゃないと思ってたもん、価格で見たらグラムの、これお母さん多分鶏胸だよと思って。IBP ミンチも豚ミンチぐらいに安かった、安かったよね。IBP じゃないと思ったもん。ごめんね、すいません、同じパターンなんだけど、ベリライチとか行くとちょっと感動するレベルですね。まあやっぱりだからここら辺がちょっと花形商品で、まあここら辺もちろんちょっとお高いわけですって、お高いっていうか、まあ値段相応な商品なんだけど、こういう商品に出会いつつ、まあ他のものが安く買えるっていうのはね、ちょっと本当に嬉しいところですよね。うん。合計金額だけ確認をね、しておきたいんですけれども、はい、ドロロはい、すごい、あのね、文字がね、詰まってるんですね。はい。そう、だからあんまり長くない。はい。はい、しかし、合計金額。はい。27,253円ですね。何買ってきたの？いやー、何買ってきたのです。スーパーで。はい、スーパーで。スーパーで3万円台ですからね。これにまだスムージーだった。そうなんですよ。別会計だ。別会計。ちなみに、みよちゃん、スムージーの別会計、いくらだったと思います？100円だったら。相場わかんないけど。そうですね、中学生だからね。ね。はい。3人で5000円ぐらい。はい、面白い答えが出ましたね。3人で5000円。お母さんがお前が3人で5000円もするスイーツ買って帰ると思うか。お前、うちのあのなんか家計感覚舐めんなよ、本当に。でもそれでもちょっと、あの、パパに怒られそうなぐらいの、価格ではありました。はい。あ、ちょうど半額の、あの、3人でね、2500円。はい。でありましたね。1月とかさ、ここのお弁当をおせち箱に詰め替えた方がいい感じ。全然いいですよね。今年のおせちです。おせちです。すごすぎる。まあ、ちょっと山彦はあれですね、父さんがこの動画を見て会計の中身を知った時にどういうねことを言われるか。今回お父さん、僕らが山彦言ってること知ってますけど、僕らが山彦でどんなもの買ってきたかまだまだ知りませんから。で、今からこれも食べちゃうしね、物はなくなるんで、お父さん、そうそうそう、お父さんが会計の中身を知った時に山彦もう一回行くことを許してくれるかどうか。今帰ってきてもらおうか、ご飯食べに。そうですね、綺麗なままでいた方がこれはすごいってなりますよね。次行きたいもん。またそうそうですね。いや、わかります。そのためになったら何でもする、何でもしますよね。もう何だったらお父さん帰ってくるまでこれこのまま残しておいてね、夜中に夜ご飯。あ、そう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 、うん、ここから振る舞い大事ですね。お父さん多分今頃これ動画見てるのかもしれませんけれども、あの、どうか、あの、2回目、はい、2回目と言わず、まあ、3回4回とね、これかもちょっと山彦行かせてください。はい、行かせてください。よろしくお願いします。